会ご協力をお願いいたします。
撮りたい方だけ、こちら来ていただいたら順番に撮りますんで。どうされます？あ、ここですね。あ、2人じゃなくて、2人から。
ありがとうございます。
皆様、場所を譲り合いながらお考えください。
Thank you.
Thank you.
くしておりますが、左側は比較的空いております。席はございませんので、皆様左右広がってご観覧ください。また3人席のお客様は時折後ろのお客様と交代をしていただき、皆様が本日は小さなお子様や車椅子のお客様をお越しいただいておりますので、どうぞ皆様が近くでご覧いただけますようにご協力をお願いいたします。本日午後4時までお宿の参加ご覧いただけます。午前中は外の運動場でご覧いただいておりましたが、気温上昇に伴いまして、現在親子は屋外運動場に移動させていただきました。屋内観覧エリア大変混雑しておりますので、皆様交代しながらのご協力をお願いいたします。
てるんだね。
Thank you.
Thank you.
作られてるんですけど、爪がね、なかなか生えてないので、そこだけちょっと惜しいなって私は思ってるんですけど、まあ、それ以外をそれを除けば本当に緻密に再現されたぬいぐるみで、結構重さもしっかりあります。ちょっと持っていただけないのだけ残念なんですけど、はい。で、このシリンジビーカーシャーレはですね、実際にサイヒンが使ってたり、シャーレに関してはフーヒンも使ってた、本当に実際使ってたものを持ってきてます。で、この哺乳瓶に関しては2頭とも使うかもしれないって準備してたけど、結局使わなかったものになります。サイヒンが生まれてすぐの頃になかなか自由力で母乳を飲むことができなかったっていうのを踏まえて、中国の研究員さんがこのビーカーの方ですねを、これが良品だとして、まあ、こう赤ちゃんを抱いてこう丸まってるんですけど、ここが柵なんですね。で、そう、この柵の中からこう手を入れて、ビーカーを持った手を入れて、赤ちゃん大体こっちにいることが多いんですけど、この赤ちゃんが左側にいれば右側の乳首で、右側に赤ちゃんがいれば左側の乳首のここから搾乳して、でこの小さいシリンジに入れて、最初サイヒンはミルクを飲んでおりました。フーヒンはこれ使うことなくて、私たちもサイヒンが小さかったので、この次生まれてくるフーヒンももしかしたら小さいかもしれないってことで、一応搾乳のシミュレーションだけは、実際ラウヒンでやることはできないので、ぬいぐるみにはなるんですけど、普段暑い日に外に代わりに出てくれてるぬいぐるみを使って、何度も何度もシミュレーションしまして、一応楓浜の誕生を迎えたんですけど、本当に健康有料児で大きかったので、最初から自力でミルクも飲んでくれましたし、一切シリンジとビーカーは使うことなく、はい、事なきを得たっていうような感じですかね。シャーレは、赤ちゃんの刺激をした後に排泄を受けるのに使ってます。もちろん良品が刺激をしてくれるんで、私たちがしなくても排便っていうのはしっかり
できるんですけど、やっぱある程度こううんちの状態、結構細かく色とかあと固形物の量とかが違ったりするんです。ラウヒンのミルクしか飲んでないんですけど、そのあたりがこう結構変わってくるので、そういう状態を把握するためにもシャーレにとって、あんな感じですね、あれ実際の風品の映像なんですけど、あんな感じでこれちょうど中尾さんがやってらっしゃるんですけど、あの刺激をして垂れてるのが多いんですけど、何も取って、まあ、必要あれば冷凍保存したり、基本的にはカイフになるんですけど、はい、あんな感じで刺激してっていうような時に使ったものです。はい、続きまして、これ何か皆さん分かりますか？そうです、そうです、体温計です。YouTube でも多分使ってる映像いくつか上がってると思うんですが、あれですね、脇の下に挟んで、このここに挟んで体温を測ったり、あと時によってはこの尻尾のところに、尻尾と肛門のところにこう挟んだりすることもあるんですけど、生まれた初期の頃はこれぐらい毛が生えてないと、お腹の下、タオル、赤ちゃんがいるこのタオルとお腹の間にこの先っぽが温度計になってるんですけど、そこを置いて体温を測ってっていうのをします。で、さっきの映像ぐらい白と黒の毛が生えてくると、もう脇に挟んで体温を測ります。で、今までは毎朝このこれぐらい小さいと結構適度で、毎回こうお母さんのラウンジから預かるたびにとりあえず1回体温を測って体温下がってないかどうか確認したりするんですけれども、そのうち成長するにつれて、それが1日1回朝だけになったり、朝は違うな、お母さんから預かった時にすぐ測るのと、お母さんに戻す前に測ってどれぐらい差があるか見て、ある程度成長してくるとそれがどんどん回数が減ってきて、その後朝と夜だけになりまして、で朝だけになって、今の風品はもう暴れて測ることができないので朝も測ってないです。ただ外で日光浴したりするとやっぱりこう口開けてハーハーしたりとかすることありますし、パッと肉球の部分が結構熱が分かりやすいので、そこを触って熱くないかとか、脇の下に手入れてみて熱くないかなっていうのを、こう私たちのもう本当肌感覚になるんですけどで判断してます。はい、これも実際に使ってる、まだ現役なんですけど使ってるものです。はい、でこれがですね、パンダミルクって言います。ちょっと中開けるともう粉々なんで開けてないんですけれども、森永さんが今日も開発して、まあ私たちだけじゃないですけど、いろんなパンダの母乳を提供して成分に近いものを作ってくれてまして、風品も今ちょっとずつ飲む練習だけ始めてます。だいたいアドベンチャーワールドだと双子の場合は結構早くからお母さんの母乳もなかなか双子だと足りないので補助的にあげたりするんですけど、一人っ子の場合はだいたいお母さんから独り立ちして、1頭での生活始まった時になかなか竹だけでは営業を補えないんで、最初こういうものを補助的にあげたりするんですけれども、4歳のユイヒンがですね結構変色で、このミルク飲むまでに1ヶ月半ぐらいかかった歴史があるので、まだ全然風品も独り立ちの日って決まってないんですけれども、最品もそうなんですけど、決まる前から余裕を持ってちょっとずつ味に今慣らしてます。全然必要ない時期から余裕を持って慣らさないと、いざ必要になった時、結浜みたいにいざ飲まなきゃいけない時に全然飲んでくれないっていうのが1回あったので、ちょっと早めに練習だけ、はい、してます。まあ、今のところ順調に結浜ほども手こずることなく、ちょっとやっぱり最初はミルクの味というよりもそういう器から飲むことを覚えてないので、そこの順地の方が必要だったりするんですけれども、まあ最初は今もやっぱりちょっとスプーンでこうちょっと飲ませてから、それをどんどんこう器の方に下げていって、気がつけば自分で飲んでるみたいなぐらいの流れでやってはいるんですけれども、最近やっぱスムーズに飲めるようになってきたかなぐらいです。はい、哺乳瓶では分かってない、哺乳瓶はね、もう今ぐらいの大きさで哺乳瓶使うと噛みちぎっちゃうので、基本的にもっともっと小さい歯が入る場合とか、あまりこう歯が入っ
でかくて、だから双子の時ですね、にこう入れ替え保育って言って、1頭お母さんが預かって抱いてる間に、もう1頭にそういう人工乳を補助的にあげたりするんですけど、そういう時に哺乳瓶は使えます。まあ、ただ今のところ特にこう、お母さんのミルクだけで食べてますし、今、哺乳瓶を使うとその乳首の部分がゴムなので、誤飲しちゃう可能性があるので、もうお皿で今はあげてます。これはですね、ひな祭りの時にあげた遊具の一番上の部分なんですけども、もうこれが生き残ってる唯一の木でして、あとはもう噛み砕いてボロボロになっちゃいまして、はい、もう一個一緒にあげたロープのやつも結構噛んじゃって、このコンシェルジュ割るぐらいにはもう卒業かなぐらいの、はい、感じです。歯型も結構見えますか？映るかな？皆さん前に。はい、こんな感じで歯型がね、結構、まあ、歯型、人間の歯型みたいな、結構噛んで移動したり遊んだりすることが多かったですね。はい。これ、実際に楓浜が生まれた時の大きさと重さ再現しているので、よかったら見る前に一回触ってみておいてください。消毒シールでも回していただいて大丈夫です。意外とね、手にずっしり来ると言いますか。はい。これは実際に楓浜が、楓浜も彩浜も結浜も使ってた、はい、お母さんから預かってこんな風にタオルにくるんでここに入れて体圧測る、まあ、今ちょっとタオルの重さだけ引くの忘れてるんであれなんですけど、まあ、こんな感じですよね。タオルに入れて、あ、なんか、はい、203、はい今これ風品だよ。これ全く同じこの容器です。はい、あれぐらいの大きさの時に使ってます。1ヶ月、2ヶ月ぐらいかな。はい、今はもうこの次ぐらいかな、一番最終のもう衣装ケースみたいなでかいのに入れて測って、はい、さあ、では私のいただいたりとかするんですけど、
あのお一人ずつとか、なんかご家族単位とか何でもいいんですけど、もしあるんだったら、はい、はい、取れるうちに取ろうかなと思います。今遊具いるんで、さっき記念撮影だけ行きたい。どうしましょう、記念撮影撮りたい方だけ、あのこちら来ていただいたら順番に撮りますので、どうされます？あ、そうですね、お二人から撮りましょう。パンダ、パンダが入った。パンダ、パンダ入った。パンダ、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 コラじゃねえ、ウサギもおる。ペタ、ウサギもおる。ペタ、こっち向いて。ペタ、こっち向いて。ペタ、こっち向いて。なんか食べとる。ペタ。あ、ごめん、ペタ。マッカー、食べとる。ママ食べてる、ママ。こっち向いて、こっち向いて。そんなせいよ。電車なんじゃない、ごめん。こっち向いて。見て。ペタ。あれ、こっち向いて。ちょっと
ちゃん。ヒラリ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 ちゃん。うん。ええの取れたね。ママ取れたね。おいしそうに食べてるな。リンクもママ食べてるな。パンダ、パンダ取れた。おー、どこ行った？これ、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 パンダ、パンダ、魚、パンダ、パンダ、パンダ、やめてくれ。そんな大きくない。ばあちゃん。まだ食べれるとこあるかな。ばあちゃん。本当に。今めっちゃ入ってる。